はい、どうも、浦先生。今日はですね、ちょっと都内某所に来ておりまして、ちょっとですね、イベントというか発表会がありましたので来ております。というのもですね、ASUS 様からですね、新しい新型のですね、2024年モデルのノート PC のですね、新製品の発表会がありまして、まあそこにちょっとね、ご紹介いただけましたので来ております。はい、これからですね、今説明の方が終わって、実際に製品をね、触れるということなので、見に行きたいと思います。こちらが今回新しく発表されたデュアルモニターを付いた Zenbook ですね。すごい。これが取り外しできるらしい。すげえ。これ取り外しができました。そしてモニターになるというところですね。すごい。付属のキーボードめちゃくちゃ薄いですね。これなら全然持ち歩けるな。すごい。かなり本体自体も薄いですね。これをくっつけて閉じたとしても、この薄さ、すごい。例えば他のサードパーティーに使われたりするかな。ディスプレイもめっちゃ綺麗な。このスマホで充電もできるということですね。基本的にはもう、なんかこうくっつけたりめっとちかゃいいな。難しい。タッチペンもありますね。結構反応いいぞ。普通に書ける。むしろ滑りすぎなぐらいの感じありますね。ちょっとテントの間、ディスプレイとの間は若干ね、隙間があるっちゃあるんで、そこの部分が iPad とは少しね、書き心地は違うかなとは思うんですけど。まあでも全然イラスト描けるな、これ。この辺は。その前に、下半分だけキーボードで。イラスト用も全然使えるわ。こっち側もタッチに対応。ディスプレイの性能は上下ね、一緒らしいんで、こっちでもできると。いいですね。遅延もほとんどない。すごい。で、こんな感じでバーチャルキーボードも下のディスプレイに表示させることができるということですね。音量のシステムもここでできるんだ。かっこいい。キーボードの打ち心地は若干タイムラグあるかな。まあ使えなくはないけど、快適ではないかも。ではまあ、なくてもいいかな。使うことはあんまないんじゃないかな。どっちかって言ったら、やっぱこっちでね、物理キーボードにした方がいい。打ちやすさは断然こっちの方がいいですね。はい、と思います。はい、ということで帰ってまいりました。いや、すごかったね。いや、すごかった。いや、ちょっと Zenbook Duo いいなってちょっとなっちゃいました。いや、もう性能としてもね、CPU は Intel Core i Ultra 9をですね、搭載した、まあ、最新モデルになっておりまして、メモリとしても 32GB、 SSD も 1TB 搭載という形になっておりまして、かなり強強 PC になってるかなと思っております。で、その上でですよ、やっぱりディスプレイですよね。
やもう最初からデュアルモニターになってるってどういうことってなりますよね。14インチの OLED のタッチパネルが採用されていて、でどちらも、ね、同じ性能になっているんで、綺麗な有機EL ディスプレイが2つあるという形になっていて、解像度も 2880×1800 ということで、まあ、いわゆる 3K 画質となっておりますし、リフレッシュレートも 120Hz となっているので、サクサク動いてくれるモニターになっています。でタッチパネルの対応なんでね、もう体験会で見てきたような形で、あのペンでねイラストみたいなことも描けるし、いやマジで作業用 PC として最強なんじゃないかなとちょっと思っております。いやあのギミックはね、やっぱちょっとロマンあるというかテンション上がりますよね。スタンドを立ててね、デュアルモニター化することもできるし、モニターを縦に置いてデスクトップモードみたいな形でね、ちょっと大きいモニターをもうデスクトップみたいな形で作業できるっていうところを考えると、いやほんとね、外での作業をはかどるんじゃないかなと思います。でしかもですよ、そのモニターが2枚ついているのにもかかわらず、かなりコンパクトになっておりまして、サイズとしても厚みがね、キーボード含めたとしてもですよ、最大2センチぐらいと全然持ち運び可能な厚さになってますよね。で重量もキーボード含めて約 1.65kg、 もう 2kg いかないんですよね。さらに AC アダプターがかなりちっちゃくて、モバイル充電器みたいな形の AC アダプターになっていたんで、そこすらもねかさばらないというね、持ち運びも最強となっております。いやいいなぁ。でこちらのですね、全ブックデュオに関しましては3月4日からですね、順次予約の方が開始しておりまして、発売日はねもう少し後になるみたいなんですけれども、ただでもこれはね人気出るんじゃないかなと思っております。ですので興味ある方はぜひねチェックしていただければと思います。一応動画の概要欄に商品詳細ページ載せておきますので、ぜひ見ていただければ幸いです。今回ね ASUS 様の新製品発表会という貴重な場にねご招待いただきまして、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ貴重な体験ができて、自分としてもねかなり楽しかったです。で楽しかったのにね、しかもねこんなお土産までいただいちゃいまして、ASUS のロゴが入った、コースターになってるみたいです。しかもね、これ、上下分かれるようになってて、すごいよね。もうこれもね、デュオになってるんですよ、デュオに。しかもこうやって形で繋げて、少しね、面積を広げたりすることもできるみたいです。いや、これかっこいいよな。これをデスクにね、置いて、コースターとして使っていこうかなと思います。あとね、こういう、ノート。メモ帳もね、いただいちゃいました。最近ね、紙にメモすることっていうのが全然機会としてなくなっちゃったんですけど、まあでも、いい機会なんでね、スト6の攻略のメモとかにしようかなと思っております。まあ、今後もこんな形でですね、いろんな情報を発信できればなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとめちゃめちゃモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。